はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安須でございます。白血病、闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、抗がん剤をね、簡単に説明しますとですね、 DNA の合成阻害、細胞分裂阻害、 DNA 損傷、代謝血行、血行でいいんかな、わかんないですけども、まあ、多分血行だと思うんですけども、まあ、栄養阻害などがあります。まあ、阻害するんですわ。めっちゃ怖いですよね。まあ、DNA、細胞、代謝、ね、栄養って大事ですよね。まあ、ほんでこれはですね、白血病細胞やがん細胞にね、侵されてしまった悪い状態の DNA でしょ、何だと細胞、代謝、栄養だけじゃなくて、このいい状態の DNA、細胞、代謝、栄養ともにですね、同時に破壊してしまうんです。抗がん剤ってそんな働き方するんですよ。もう働き方改革でね、どないかならんもんですかね。まあ、ていうか、阻害されながらもですね、生きてる人間の方がすごいですよね。まあ、要は、それぞれの活動をね、やめさせてしまうんですよね。阻害するんで。まあ、なので、代表的なですね、副作用としまして、まあ、髪の毛の成長が止まって抜けると、爪も曲がって薄くね、ペラペラになってしまうんです。まあ、簡単にまとめてみました。まあ、あと何年か経てばですね、悪い細胞だけをね、破壊する治療法がね、開発されればいいんですけども、まあ、ちなみに癌においてはですね、悪い癌細胞だけにピンポイントにですね、この放射線照射をパッてして破壊することができる治療法があるとね、聞いたことがあります。まあ、転移して、まだ、その、小さい状態であってもですね、わからない状態でも、それも破壊できるというのをね、ネットで見たことがありますね。まあ、値段めっちゃ高いらしいんですけどね、いくらか忘れました。今話はそれましたけどもね、今回はね、抗がん剤の働き方についてお話ししました。だから、その、抗がん剤治療されている方の体でね、そういうことが起こってるんです。そりゃ、副作用も起こりますよって感じですよ。正常にこうね、動いてる細胞、DNA がね、止まってしまうってことなんで、そこで動きが止まるわけですよ。そしたら、やっぱりね、体ってちゃんと機能しなくなるんで、ね、なんて言っていいかわかんないですけど、まあ、体験したことなんであれなんですけども、ざっくり言うとほんまに辛かったですね、その時はね。まあ、副作用が出た時はほんまに辛かったんで、まあ、戦ってる細胞もそうなんですけども、患者さん自身もね、まあ、心で戦ってますんで、体で戦ってますんで、絶対乗り越えれますんで、一緒に乗り越えていきましょう。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。